こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を覗き見させてもらい、部屋についてはライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はカオルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあカオルさんについて自己紹介をお願いします。はい、黒川カオルと申します。今大学4年生で、大学の方では観光学とかマーケティングを主に学んでます。趣味は、小説を読むこととか、カメラで、被写体になって持ってくポートレートで撮影することとか、あとはレコードで音楽聴くこととか、結構多種多様に多いと思います。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、1K、 そうです、ということで、だいたい平米数とかどれくらいなんですか？そうですね、だいたい約17平米ぐらい、はい、ということで、かなりこう密度の高いお部屋で、すごい工夫されていろいろ多分レイアウトとか、お部屋作りしてらっしゃると思うので、そのあたりのこだわりとか、いろいろ聞ければなと思ってます。はい、よろしくお願いします。では早速メインスペースということで、紹介していただきたいなと思います。はい、失礼します。でこちらのスペースがおよそ何畳ぐらいですか？ここがだいたい 5.5 畳ぐらい。かなりこう工夫されていろいろお部屋作りはされてるのかなと思うんですが、お部屋を作るにあたってこだわったポイントからお聞きできればなと思うんですが、何かありますか？そうですね、家具は基本的にこう角に寄るように、机の形であったり角に収まる形のものをチョイスしたり、狭いのでソファーベッドで広げるとシングルのベッドになって、空間をちょっと有効に活用できるように家具を選んでます。したらじゃあまず最初、こちらは冷蔵庫があると思うんですけど、はい、ここは結構フライヤー系がたくさん貼ってありますね。そうですね、ここはちょっと自分が行ってよかった、展示だったり、ファッションのショーだったり映画だったりのフライヤーを貼ってますね。マグネットとか自分ジブリが好きなので、紅の豚の飛行艇をマグネットに使ったりしてます。これは映画もあれば、その他のそれこそ展示というかそういうイベントのもあるんですよね。そうですね、これ最近あった怪物なんですけど、これは地元の香川県でやってる瀬戸内国際芸術祭の去年のフライヤーになってます。こっちなんかこの前あったゴルチェのファッションフリークショーっていう、ファッションウィークの時にやってたゴルチェのフライヤーになります。結構そういう展示とかイベントは頻繁に行かれますか？そうですね、月に何度か 2,3 回ぐらいはそういう場に足を運んでいます。そしたらじゃあちょっと次お隣の方に少し移動しようかなと思うんですけど、こちらがレコードとかがね、ありますね。はい、これは普通にオーディオテクニカの普通の、自分全然レコードのプレイヤーとかの知識がなかったので、オーディオテクニカなら間違いないかなと思って選んでます。ここはエゴンシーレのちょっとバンダナでほこりよけにしてるんですけど、ここが僕が持ってるレコードになります。音楽のジャンルでいうと、結構何系の音楽を聞かれることが多いですか？そうですね、シティポップが多いかなと思います。あとはヒップホップだったり、そのあたりのジャンルが多いと思います。じゃあちょっと最近聴いてよかった曲だったり、買ったものお気に入り、そのあたりちょっと紹介していただければなと思うんですが、何かありますか？そうですね、最近買ったものでいうと、ネバーヤングビーツさんのありがとうというこの前リリースされたレコードなんですけど、僕の中でこう夏といえばネバヤンかなっていうイメージがあって、これはこの前からずっと聴いててすごく気に入ってるアルバムですね。あれちょうど先日ライブでしたっけ？そうですね、ライブが、そうですね、これのライブがですよね。はい、これはオンラインで買ったんですけど、ちょっと価格はちょっと覚えてないですけど、すいません。はい、そうですね、これが今お気に入りです。他にもネバーヤングビーチだとやっぱこの一番王道なアークタイムっていうこのアルバムが一番僕の中では好きです。この中の気持ちいい風が吹いたんですっていう曲が
当に夏にマッチしてて、このなんかこの部屋の雰囲気にもなんかこの音楽合ってるなと思ってて、すごくこれは毎年夏が来ると聞いてます、ね、これはでも多分メルカリでちょっとプレってたんですけど、メルカリで、あ、そうだったんですね、ちょっと無理して買いました無理して、はい、はい、そしたらじゃあ、はい、あとはレコードプレイヤーの下は雑誌とかが置いてあるって感じなんですかね、はい、そうですね、雑誌が多いですね、まあ、この辺りは最新の雑誌っていうのもあるんですけど、まあ、お気に入りのコラムが書いてある雑誌だったりを置くようにはしてます。まあ、テーブルの下にバックナンバーを置いてるんですけど、はい、まあ、基本的にはここにあるものを読んでます。じゃあまたちょっと本については後ほど、はい、デスクの方でちょっと聞ければなと思ってます、はい、じゃあそしたらちょっと、今度はフロアライトについてちょっとお話が聞ければなと思うんですが、はい、まずこれをどちらで購入されたいですか。このライト自体は IKEA で購入したものになってます。でこの蝶々なんかはそれこそ記憶的散策さんのチャンネルを見てちょっとインスピレーションというか、まあ、真似したものになります、はい、それこそ映画のお話を、ね、映画のカップルの方の、はい、回だったんですけど、あとはそうですね、今ここの照明に貼ってる紙なんですけど、ニューカラーっていう雑誌についてた付録なんですけど、なんか岐阜県の美濃市ってところで紙すき職人さんが廃棄された雑誌とかをすいて作ってる和紙らしくて、それがまあなんかバックボーン的にもいいなと思って、まあ、和紙なので透けてるので光を通すと綺麗かなと貼ってます。わかりました、ありがとうございます。さあお隣のソファーちょっとスペース聞いていきたいなと思うんですけど、はい、これはどちらで購入されたアイテムでしょうか。これは、東京家具センターってところでたまたまこう見つけて、ソファーベッドにできるタイプのものでこの家に収まるものをたまたま見つけて購入したものになります、はい、ベッドは置けないので、まあ、1人2役で頑張ってもらってます、うんうんうん、どうですか座り心地、寝心地。座り心地はいいんですけど、寝心地に関してはまあそこまでいいとは言えないので、よその家のペットとかに寝っ転がっちゃうとちょっと絶望しちゃいます。絶望、はい、でもそれこそソファーとしてはかなり大人数が座れますよね。そうですね、最大多分前は5人はぎゅうぎゅう詰めにすれば座れました、はいはいはい。あとまあソファーの上はぬいぐるみって言っていいんですかね。そうですね、はい、あの抱き枕にしてるというか、まあ、クッションなんですけど、はい、これはあのクリークのものになるんですけど、ちょっとこの目がバカっぽくて可愛いなと思ってまあこれはちょっと一目惚れで買っちゃいました。はいはいはい、はい、じゃあ普段は一緒に寝てらっしゃるんですね。そうですね、この子と一緒に寝てます。はいはい、はい、あとは、まあ、ソファーの上にこの、はい、大きなブランケットかけてらっしゃると思うんですが、はいはい、これはどちらのアイテムですか。これはペンドルトンっていうブランドのもので、ちょっとこれかけないとかなりこのソファーグレーなので部屋のトーンがちょっと下がっちゃうかなと思って、黒でパキッとさせるために引いてます、うんうんうん、結構肌触りとかもいいですよね。そうですね、ペンドルトンって結構いいブランドなので肌触りはめちゃくちゃいいですし、座り心地もちょっとこれでちょっと変わったっていうか、ソファーがまた変わった感じがします、うんうんうん、あとは、はい、ソファーのこの頭上にある、はい、カレンダーですか。これはそうですね、カレンダーなんですけど、月ごとにいろんな写真とか絵とかが収録というかされてるんですけど、まあ個人的にはこの絵が一番この部屋の雰囲気に合ってるかなと思って、買ってからこの絵から変わってないですね。これが8月の絵なんですけどもうちょっとずっと8月のまま永遠の8月なんですね。そうですね、永遠に夏休みっていう感じでじゃあもうポスター自体もこれはもう全然2023年ではないんですか。あ、そうですね、2021年か2年のものだと思います。はいはいはい、はい、分かりました。そしたらじゃあそのお隣ちょっと行こうかなと思うんですけど、はい、ここの窓際にはまたいろんなこう雑貨系が、そうですね、ありますが、なんかこの辺はこうコンセプトというかあるんですか。そうですね、やっぱりあの狭いので床に置いちゃうと結構かさばっちゃうから、ちょっとあの空中をスペースをうまく活用できたらなと思って植物を釣ってたり、
傘を吊るためのフックだと思うんですけど、それを使ってバッグを吊るようにしてます、うん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 、このアイデアでも床が広くなるからいいですね。そうですね、ハンガーとかだとここのスペースも取られちゃって、ちょっとこう見栄えがあんまり良くないので、これだと結構スタイリッシュというかすっきりして見えるので、これは自分個人的には気に入ってる収納方法というか、うん、はい、あとは上はまたちょっと順番にいろんな雑貨があると思うのでお話聞いていきたいんですけど、はい、まずこのビールの、はい、空き缶ですか、これは。そうですね、これはあの渋谷にあるミッケラーっていうクラフトビールのビール屋さんの IPA っていうビールなんですけど、これも記憶的散策さんのちょっと動画をのアイデアをちょっと元に、はい、ビールの飲み口をくり抜いてちっちゃいサボテンを入れてるっていう感じになります。ミッケラーはやっぱ可愛いので使ってます、はい、あとはお隣に、タペストリーというか、はい、これもちょっとどなたの作品か教えていただけます。これは、草間弥生さんっていう、最近だとあのルイ・ヴィトンとコラボしてらっしゃったあの現代アーティストの方の作品というか、まあ、手ぬぐいなんですけど、うん、その方の作品のかぼちゃがあの書いてある手ぬぐいになります。うん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 、それこそ香川県とも結構馴染みのある、そうですね、香川県の直島っていう島にあの草間彌生さんの作品が2つぐらいあるんですけど、それの、まあ、手ぬぐいになってます。あとはその奥は、はい、マーベルのキャラクターの、これはまたフィギュアですか。そうですね、これはあの僕の一番好きなマーベルキャラでドクターストレンジっていう魔法使いのキャラクターがいるんですけど、それの、まあ、可動式のソフビというかフィギュアになります。これ押すと光るというか喋るっていう、ちょっとこうシュールさがいい。めっちゃ喋りますね。そうなんです、光るし喋るっていうシュールさがいいなと思って、はい、はい、あとは、下か下に油絵ですかね、はい、これ作品というか置いてありますが、そうですね、これはちょっとあのカメラ関係の先輩なんですけど、その先輩が描いたモネの模写になります。これはちょっと先輩が描いてるのを見て、先輩くださいっつって無理やりもらった絵になります、うん、でもなんかこれもそれこそ部屋の雰囲気に合ってるなと思って置いてます。わ、うんうん、かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。2D クローゼット紹介をしていただきたいなと思うんですけど、はい、こちらもポスターだったり、はい、ポストカードだったりいろいろありますね。左のポスターはあの Call Me By Your Name っていう僕の好きな映画のポスターで、日本にいなかったんで自分で個人輸入で買ったものになります。で、右のポストカードは、まあ、出先で見つけたポストカードだったり、あとは展示で、まあ、売ってたポストカードだったり、あとは好きな写真家さんの写真だったりを貼ってます、うん、あとはこのクローゼットの上も、はい、これは絵ですか。そうですね、これは僕の好きな画家さんでエドワード・ホッパーさんって方がいらっしゃるんですけど、その方の、ナイトホークスっていう作品ですね。なんかこういうバーが僕のすごい憧れで、こう行きつけであったらいいなと思って好きな絵です。はいはいはい。でお隣が、はい、これもまたこの子は、まあ、ユニコーンの壁掛けの、まあ、ぬいぐるみというか、軽井沢に行った時にフラッと立ち寄った雑貨屋さんで見かけて、まあ、もともとこういう壁掛けのものを探してたんですけど、普通だとなんか剥製とかガチのやつしかちょっとないんですけど、こういうぬいぐるみ調だとこう部屋の雰囲気にも合うし可愛いし、なんかこの子はなんか髪型とかもいじれてなんか遊べて楽しいな、面白いなと思ってちょっと一目惚れして買いました。はい、わかりました。そしたらじゃあちょっと今度はこのクローゼットの中、はい、こちらにはちょっと何が収納されてるんですか。はい、ここはもう基本的には洋服だけにはなるんですけど、よいしょ、すごい量ですね。そうですね、量はだいぶ
そうですね、クローゼットの大きさには見合ってないぐらいの量が入ってるかなと思います。これざっくり収納分けというかどういった感じで今収納分けてるんですか？はい、上はまあ基本的にはアウターを置いてて、まあこっちがまあ一軍というかよく使うパンツ置いてて、この辺りに被り物、キャップとか帽子の類があって、で下もまあパンツだったりシャツだったりで、こっちは T シャツですね。ほとんどもう全部 T シャツが入ってます、うん、あとは冬のまあスウェットだったりニットだったりが奥に入ってるみたいな形になってます。ということで、カウルさんの、まあ、この洋服を買うにあたって、はい、なんかこだわってるポイントとかがあればちょっとお尋ねしたいんですが、はい、ありますか？そうですね、まあ、基本的には古着が多いんですけど、まあ、どこか一つこうブランドのものを入れるっていうのが自分の中であって、最近はなんか古着でちょっとこう変というか、パッと見たら普通なのによく見るとなんかちょっと普通と違うなみたいな、ちょっと変だなみたいなスタイリングになるようにコーディネート組んでますそしたらじゃあこの中でまあちょっとお気に入りの、はい、洋服だったりこう最近購入したものとか、はい、そのあたりのお話聞ければなと思うのですが、はい、何かありますか？そうですね、お気に入りはアウターだと、これがあのアンユーズドっていうブランドの、まあ、ジャングルファティーグジャケットっていうこのミリタリーのジャケットなんですけど、生地もすごいちょっとこう起毛感があるというか、うん、コットンなんですけど、まあ、生地も面白いし、まあ、何より色がめちゃめちゃに可愛いというか、うん、面白い組み合わせだなと思って、ミリタリーをすごく押し出す服っていうのがあんまりこうスタイリングを組む上であまり得意じゃないって、こういうちょっとこう落とし込みやすいというか、まあ、これもまあ色は変だしでもなんかちょっとおしゃれだしみたいな感じで、これは今気に入ってます、うん、あとは最近買ったものだとこのポロシャツっていうかニットポロなんですけど、これはなんかもうだいぶ変わってるなと思って、よく US のヒップホップでタイラー・ザ・クリエイターって方がいらっしゃるんですけど、その方が着てそうなポロニットポロだなと思って、うん、ちょっと憧れじゃないですけど、まあ、ちょっとイメージしていいなと思って買いました。水色に黄色っていうのが個人的には刺さって気に入ってます、うんはいはい、パンツだと最近よく履いてるのは SFC っていうブランドのナイロンパンツなんですけど、割と太めのテーパードのパンツなんですけど、ここがチャックがついてて、まあ外せばハーフパンツにもなるし、開ければちょっと夏場だったら涼しい、長いパンツでも涼しいみたいな感じのパンツで、これは最近かなり履いてますね、はい、こういう洋服をまあいろいろチェックされる上で、はい、よく買いに行くブランドとか、はい、セレクトショップとか、そこ最近来てるなんかブランドとかありますか？はい、そうですね、さっきも紹介したピンク色のジャングルファティーグだったらアンユーズドなんですけど、アンユーズドとかだったら、まあ、ビームスさんとか、まあ、路面店のビームスさんとかによく行ったり、古着なら幡ヶ谷のペールタウンっていうお店があるんですけどとか、あとは学芸大学のトランポットさんっていうお店があるんですけど、そことかによく行きます。結構じゃあ基本はやっぱ古着がお好きなんですね。そうですね、古着と、まあ、セレクトのものミックスみたいな感じが多いです、ね、それこそちょっと今日着用されてる、はい、洋服についてもちょっと軽くお話をお聞きしてもいいですか？はいはい、ちょっとこれはさっきのちょっと路線から外れたあれなんですけどだいぶそうですよね、系統は。そうですね、これは、上下オックスボーっていうフランスのサーフィン系のブランドのものになるんですけど、これはちょっと今市場でも流通数が少ないらしくって、もともとレショップっていうお店にいらっしゃった方がなんか集めてらっしゃって、でその方が今代々木公園で月に1週間だけ古着のを屋として開いてるっていうお店があるんですけど、そこで
買いました。ちょっと、まあ、どっちもレアなものなのであんまりこう教えたくはないんですけど、でもそう本当にいいお店でそこでよく買ってます。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてデスク周り紹介をしていただきたいなと思います。はい、こちらも、まあ、かなりいろんなものが収納されてますが、はい、こだわったポイントとか何かありますか？はい、まあ、デスク自体はやっぱりちょっとあの角に収まるように、あとはこの空間が広くできるようにあのラウンド型の机を選んでます。あとはまあ細かいところにはなるんですけど、やっぱりちょっと全部机の上に置いちゃうとあれなんで、ヘッドホンを吊るせるようにしてみたり、うん、まあ、基本的に何かこう下に置かずに吊るせるようにしてるっていうのが、まあ、この部屋全体的にもこだわってるポイントではあります。うん、このコーナーデスクめちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。これは IKEA で買ったものになります。こんなの売ってるんですね、 IKEA。 そうですね、かなりこの部屋にの形にフィットしてて、うん、これはかなり気に入ってます。これ収納もセットなんですか？そうですね、これ全部でセットになってます。はいはいはい。まあ、ここはねそれこそ本がたくさんあると思うんですけど、はい、結構普段からいろいろお読みになりますか？はい、そうですね、基本的に、まあ、小説もそうですけど、アートブックであったり写真集であったり、まあ、最近はなんか知り合いのジンであったりもちょくちょく読んでます。なんかざっくりこうカテゴリー分けというか本もされてるんですかね？そうですね、まあ、ざっくりなんですけど、ここがまあなんか評論というかちょっと大学で使う本とかもあったり、あとはなんかライブの DVD とかもここに置いてたりします。こっちがまあアートブックだったり、まあ、それこそジンだったり写真集だったりを置いてます。うん、それで上の棚なんですけど、上の棚がもう全部小説になってて、もう正直この棚だけでは支えきれないまでになっちゃったんでちょっと最近耐久性にちょっと疑問があるというかちょっと不安が出てきたんですけど、はい、それでもちょっと増えちゃうんで、ここに収まりきらなかった分はあの床に置いたりしてるんですけど、そろそろちょっと耐久性をどうにかしないかと最近思ってます。これ小説の方の棚は、はい、別で買ったというかあれなんですか？あ、これはもともと入居した時からついてるもので、なんでまあ耐久性っていうところではあんまり多分そこまで強くはないものなので、そうですね、ちょっとどうにかしたいですね。まあちょっとこの中で思い出に残ってるものとか、はい、読んで面白かったもの、はい、まあ、小説でもアートブックでも、はい、何かそういったものはありますか？そうですね、小説で言うと平中雄一さんっていう方のシーズレインっていうこの小説が個人的にはまあ好きというか割と印象に残ってる本になります。若い学生の恋愛模様を描いてるんですけど、彼の少女作ってことで僕も欲しかった本の一つでもあったので、このハードカバーのバージョンを探してゲットしました。で、小説以外でアートブックだと壁にも貼ってたんですけど、エドワード・ホッパーっていうの方の、うん、あのこれもアートブックなんですけど、これも、まあ、自分の好きな作品が、まあ、表紙になってて、まあ、そこから、ま、もうその時点でパケ買いだったんですけど、まあ、中身を他の作品もたくさんあの載ってるし、まあ、若干説明も書いてるし、これはアートブックの中でも一番気に入ってるものになります。あとはデスクライトも上にありますが、そうですね、これも、まあ、元々はあの普通のものだったんですけど、彼女がまあアパレルの仕事をしてて、で前回ファッションウィークの時にこれがなんかフライヤー代わりみたいな感じだったらしくって、それをちょっともらってきてくれて、まあ、これもあのさっきの和紙と一緒で透けてるので光を通すと綺麗かなと思って貼ってます。そうか、これ貼ってるんですね。そうですね、貼ってます。一瞬わかんないですね。あ、そうですね、元々こんな感じ。そうですね、貼ってます、うん、あとはそのお隣には大きな油絵、はい、そうですね、の作品がありますが、はい、
この油絵は僕が初めて描いた油絵なんですけど、最近ちょっと油絵を描き始めて、で、まあ、初めて描いた記念というか、まあ、ちょっと覚えておこうかなと思ってここに置いてます、うん、はいはいはい、分かりました。右側ですかね、はい、ここは香水がたくさんありますね。そうですね、ここはそうです、自分の使ってる香水だったり、まあ、ボディースプレーだったり、あとはルームスプレーだったりが置いてます、うんうんうん、香水はそれこそどういった感じで使い分けというかされてるんですか、はい、そうですね、まあ、例えば学校に行くちょっとし、まあ、学校に行くぐらいの時にはコムデギャルソンとモノクルっていう雑誌がコラボした代々木公園の香りなんですけど、これがすごくいい香りで、大学行くときはこれをつけてます、はい、あとは、まあ、出かけるときは、まあ、気分的にもすっきりさっぱりした気持ちで行きたいのでイソップの香水をつけてますまあでも基本的に使ってるのは、まあ、これとこれもコムデギャルソンなんですけど、これは京都っていう香りで、結構ウッディでお香の香りなんかにも近い香りになってます、うん、これもちょくちょくつけてます、うん、分かりました。あとはデスクチェアについて、はい、もうちょっとお聞きしたいんですが、はい、これはどちらの椅子ですか。これは、多分僕の母が使ってた椅子を画像検索で探して Amazon で買ったものなんですけれども、ブランドまでは覚えてないんですけど、レザーの感じとかちょっとヴィンテージっぽいこのアイアンの感じとかが今気に入って使ってるんですけど、ちょっと低いっていうのがあって、このゴザというかこの座布団みたいなのを敷いて作業してます。どうですか座り心地とかは。そうですね、まあこれ単体だとやっぱりちょっと硬いんですけど、これを敷いたらそうですね、割と座り心地はいいし作業もしやすいです、うん、はい、分かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてテレビ台周り紹介をしていただきたいなと思います、はい、まずは上にかかってある、はい、これは何ですか。これは、まあ、用途的にはランチョンマット的なものらしいんですけど、東長崎にマイヤマイヤっていうカフェがあるんですけど、そこのオーナーさんのボーンさんって方が、一緒に経営されてるアイアムっていうギャラリーで、ちょっと個展をやられてて、山瀬真由美さんっていうアーティストの方なんですけど、その方の作品でランチョンマットだけど、まあ、タペストリー的な感じになるかなと思って貼ったら、意外と白とオレンジで割とパキッとしていい感じに雰囲気に合ってるのでいいかなと思って貼ってます、うんうんうん。そしたらじゃあちょっと下の方に行こうかなと思うんですけど、はい、まあ、こちらがテレビ台ということ で、はい、でこのテレビ台自体もなんかデザイン面白いですね。そうですね、なんか、まあ、これは別になんかそこまでブランドにこだわってたわけではないんですけど、なんか枠組みが面白くてアートな感じが出てて気に入ってます、うん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 。この辺は主にどういったものを置いたり収納されてるんですか。そうですね、まあ、下はまあ生活用品とか、これは工具箱なんですけど、これはあの表参道のMOMAのデザインストアで買ったものになります、うんうん、でもまあこれは割とアメリカとかで普通に使われてる一般的な工具箱で、まあ、デザインがいいってことで置かれてたのかなと思います、うん、あとはテレビ台のこの上は、まあフレグランスだったり、まあ、スピーカーだったり時計だったりなんですけど、これがプエブコっていうブランドの、うん、ディフューザーになります。これがちょっとウッド系の香りの中でも僕が一番気に入ってる香りがこれになってます。あとはそうですね、このキャンドルとかはテンダーっていうあのアーティストの方とキャンドルメーカーがコラボしたものらしいんですけど、彼女が誕生日にくれたものになります。これも結構いい匂いがしてたまにつけてますあとはフレグランス系で言うと、このパロサントが三軒茶屋池尻にアンダーザサンっていう美容室と古着屋さんが一体になったようなショップがあるんですけど、そこのスタッフさんが作ってらっしゃるパロサントで、ウッディなんですけど結構柑橘系の匂いがして結構自分好みだなと思って買ってます、うん、はい。
あと香り系で言うと、はい、後ろにもこう、お香か。そうですね、お香は、まあ、2種類使ってるんですけど、上のタペストリーと同じでマイヤマイヤっていうカフェに置いてあったオーストラリア産のインセンスになります、うん、これも気に入ってるんですけど、こっちはスタンダードプロザクスってところの抹茶っていう香りで、これ300円ぐらいなんですけど気に入って使ってます。今すごいスタンダードプロダクツは香り系のこういうのも出してるんですね、はい、そうですね、香水とかそれこそディフューザーとかもあったりして最近よく行ってます。わかりました、はい、あとは、まあ、それこそちょっと軽くお話も出てた、これスピーカー、はい、これはどちらのブランドですか。これはマーシャルのスピーカーなんですけど、この夏はちょっと川に行ったりしたいなと思ってたので、まあ、なるべくちっちゃくて荷物にならないものを選んで、これが一番というかちっちゃかったっていうのと、デザイン的にもかっこいいなと思って買いました。あとは赤いこの時計、はい、はい、これもモマのデザイン、表参道のモマで買ったものなんですけど、これは僕が上京してきて多分初めて買ったアイテムというか、じゃないかなと思ってます。まあ、服以外で初めて買った、こう雑貨とか家具とかで買ったのが多分これだったんじゃないかなと思います。この子は赤い枠組みもそうなんですけど、この長方形のフォルムが気に入ってて、多分この子が一番古株というか長いんじゃないかなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。奥にちょっと行こうかなと思うんですけど、はい、こちらここには洋服が飾ってらっしゃるんですね。はい、そうですね、ここは基本的にちょっとクローゼットに入りきらない分厚い、まあ、ダウンだったりコートだったりをかけてます、うん、あとはそうですね、バッグだったり、まあ、ちょっとしたなんか小物だったりもここに引っ掛けてます。でもちょっとこうかけすぎでもう不安定になってきちゃってるんですけど、うん、まあ、なんとか保ってるって感じですね。この洋服のこのハンガーラックというか、はい、これもすごい形というかなんか面白いですね。そうですね、これもどこで買ったのか覚えてないんですけど、まあ、色も形もすごく気に入ってます。なんかちょっとこうアーミーっぽくて気に入ってます、うん、そうそう、ここはバッグがいろいろかかってらっしゃいますが、はい、なんかこの辺はよく使うバッグというかなんかあったりしますか、お気に入りとか。そうですね、最近よく使ってるのは手編みのショルダーなんですけど、これはちょっと色がよく見るとなんかちょっと薄いピンクというか、薄いピンクと、まあ、ターコイズブルーのボーダーなんですけど、これは最近よく使ってますね。夏は結構白の T シャツとかが多いんで、これでちょっとメリハリつけるというか、うん、なんかスタイリングが引き締まるというか、そんな感じの役割で使ってます、うん、あとは、はい、ちょっとこちらの、はい、お家全体にこの敷いてある、はい、この大きなラグ、はい、こちらについてもちょっとお聞きしたいんですけど、はい、これはどちらのアイテムですか。これは池尻大橋の近くにある海外のラグとかカーペットを専門に扱ってるお店で買ったものになります、うん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 、結構、まあ、これもそれこそここに来た当初から引いてるものなんですけど、もともとこういうラグって高いんですけど、そこのおじさんにちょっと値下げ交渉して 20% オフぐらいにしてもらって買ったものになります。まあそもそも面積的に部屋が狭いので、このぐらいのものだったらそこまでめちゃくちゃ高くはなかったんですけど、それでもそのちょっと当時の僕はちょっとだいぶには高かったので値下げ交渉してもらったものになります。はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでカオルさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、この部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなご自宅でしょうか。はい、そうですね、僕は地方から出てきてる身なので、東京やっぱちょっとこう落ち着かないというかちょっとこう賑やかなイメージがあったんですけど、うん、まあ、この部屋に帰った時だけはちょっとこう落ち着けるように、うん、自分の好きなものだけをこうどこ向いても自分の好きなものがあるっていう空間を作りたくて、うん、まあ、その結果こうごちゃごちゃはしてしまったんですけど、まあ、でも落ち着ける空間にはなってるかなと思います、うん、
なんかこの広さって生活するには結構最適というか、何でもすぐ手に届く感じはありますよね。そうですね、まあ、狭いからこそちょっと落ち着くみたいなところもあるかもしれないです、ね、広すぎるとやっぱちょっとこう掃除も行き届かないですし、うん、落ち着かないみたいな感じになるかもしれないです、ね、うんうんうん、それこそこういうインテリアとか、まあ、いろいろ今回紹介していただいたと思うんですけど、なんかそういう雑貨とか、はい、よくチェックするブランドとかショップとか、はい、なんかあったりしますか？そうですね、表参道の志望、ね、さんとか、うん、あのあたりはよく行って、まあ、なんかトレンドの最新のトレンドとかをつかむためには、まあ、そういうところに行ったりもします。わ、うんうん、はい、かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に、カオルさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います、はい、僕インスタグラムを運営してるんですけれども、まあ、モデルさん使って写真撮ったりとか、あとは自分の服のスタイリングとかを載せてるので、もし、まあ、趣味とか趣味的に合う方がいればフォローしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、ぜひ気になる方はカオルさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはカオルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。